はい、これが F のコードを押さえた時をこう目線アングルで見たところですね。人差し指がちゃんとこう1フレットに寄ってますね。こうフレットが見えたりしてない、前から見えないようにします。そして中指、小指、薬指を押さえて、で小指はこう曲がっていても少しねこうピンと伸びちゃっても構いません。ただ第一関節はしっかりとこうね下の3弦に触れないように曲がっていますね。はい、ちょっと覗いてみるとこんな感じです。親指の位置はこんな感じですね。親指の位置は後ろからのアングルが見やすいかなと思うので、またこの後にやります。 F をこう押さえた時ですね、こうですね。はい、よろしいでしょうか。ではですね、今度後ろからのアングルいってみましょう。はい、これが F のコードを、後ろから見た時ですね。この親指の位置です。こうネックの上に行ってこうギュッと握ってしまったりしないように、そして下からこうね下すぎないように、ごめんなさい、でネックのこのね頂点よりも少し上ぐらいにこう親指を置いてる感じですね。この親指の位置で横になってしまわない、これはいつも言ってますね。こう人差し指の力を支えるようにこう親指を後ろに添えています。真上から見てみるとこんな風にね、人差し指と中指の間ぐらい、わかりますかね、人差し指と中指の間ぐらいに親指が置かれている、これもポイントですので覚えてください。はい、これがですね、F コードを後ろから見たところでした。